はいどうも、Lです。それでは検診やっていきたいと思います。さて、前回隊長任命されたんで、また新しく進めていく感じかな。で、今回は古代遺跡の調査ということなんで、で、思ったのが、さあね、今回外尾でしょ、スネージナヤだっけ、あそこからさ、ついていきます。ファディか、ファディからさ、全然何も影響がないからさ、それもそれでちょっと変じゃないと思ってて、必ず神の目に関しては絡んでくるからね。まあ、物資も、まあ、雷電将軍に絡みたいっていうか、どうにか弱らせたいのはあると思うから、なんかあると思うんだよね。物資が多いとかね、気になるんだよな。あなたの運命。ここだよな。でも怪しい奴はいないみたいだぞ。うわぁ、もうマジか。大きな雷カブトのクリスタル王者だ。雷ゲートに引きつけられたのか。強っ。さあね、雨の影響がえぐいんだよな。ついていきます。岩王帝君のために。召喚化粧、大丈夫です。痛い。そのままちょっともう固まってくれ。おねえ、はあ、やっと終わった。手ごわいやつだったな。でもなんでこんなところにあんな大きな雷兜のヒルチャール王者がいたんだ。わからない。それにここの雰囲気なんだか変だぞ。とにかくもう何もないはずだから早く戻ろう。俺、鉄平だ。なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？お前、なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺ、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあ、あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡積島があるのはオロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今
将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように、誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早くサンゴノミア様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。鉄平の様子おかしいね。鉄平も気をつけて。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってここみに報告しようぜ。いや、成長しすぎじゃねえか。いくらなんでもちょっと怪しすぎるよね。じゃあ戻ろっか。そうだな、ちょっと回復してから行こうか。晴れましたか？いつの間に。いやー、だってさ、あんだけ戦闘できなかったキャラクターがよ、準備は万端だ。あんだけ探索サクサクしてっていうのはあまりにもおかしすぎるよね。あと気になったのが髪の色、あれもっと黒くなかったかと思ってさ、シルバーっぽい色になってるから、そこも地味に気になるっていうか、意外とあのスパイだったりしね。お宝は、あ、上にあったか。お宝はなしか。お、ここみ戻ってきたぞーって。あれ、五郎もいるのか。何かあったのか。なんかすごく真剣な表情だな。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか。まだ完全には統計できていません。ここみ、五郎、何かあったのか。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。五郎、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか。ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これは、これを知っているのですか。バディのジャガン。わあ、ジャガン出てきたか、ここで。ということは、支援者の正体はファデュイだったのか。やっぱファデュイか。しかし、なぜファデュイがこのようなことを。いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、ジャガンの使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って。鉄平か。嘘だろ。早く見に行こう。鉄平。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな、体の力が抜けて。うわあ、マジで老化してるわ、鉄平。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。
強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？いつから使ってたの？いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばこの秘密兵器は僕に応えてくれる、そう言ってたよまるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。これは邪眼。邪眼？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？あー、命を削るんだ。老化じゃなくて削るんだね。あー、すげーきついやつだね。そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に追いつけたと思ったのにやっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさなんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっぺー。いやー、ファディやらかしたね。邪眼がこれでどういったものかが分かったっていうことだね。なるほどね。じゃあ邪眼は誰から手に入れたかってのは鉄平からだったんだ。あー、鉄平の容体は？今まで気づいてあげられなかったなんて、容体が急に悪くなった。すでに軍にあるすべての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですがごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？ファディの計画を阻止する。いけません、危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかしそこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。もう時間がない。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ間違いなく逃げられるでしょう。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。
私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。行こう。え、そのジャガン工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。うわかったよ。いやー、珍しくホタルがブチギレてるね。あんまりああいう顔見なかったけどね。まあでもことがことやもんな今回は。いやー、でもどうしよっか。そうなるとファデュイでしょ。執行官今何人か出てて2人、戦うことになると思うんだよな。これで行ってみるか。で、物資はそのあたりか。このあたりだと、こっからと名古屋早いね。庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。そっか、鉄平の白髪は気のせいじゃなかったんだね。この辺りだけど多分下かな。あー製造地ね。敵がいるのが気になるけど、危ない危ない。雷が意外と痛いからね。ついていきます。違うか。あったあったあった。こっちか。上。ジャガン工場に入る。あった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 。よし、行くか。雷元素がありません。雷がいるのか。氷水炎。いやー、雷いるかな。回復いないのつらいからね。いない。おお、見事に降ってきたな。ほい、こいこい。そうなの。もう一撃。頑張らないと。いざ勝負。やっぱ強くなってんだよな。
単純に強いんだよね、やっぱね、レベルが高いから。いざ勝負。それせい。さあ開いた。で回復。そうか、もったいないな。さあまず一つ、あと二つだね。三連戦してって感じかな。消化骨髄がこんなに。道理で見覚えあると思ったぜ。待てよ、この消化骨髄、離島から輸送されたものなんじゃないか。あー、なるほどね。関わってたわけね。よし。で、これで削って。ついていき。運命よ。もっと。まだ始まったばかりだ。強化させるなよ。逃げられないぞ。ダメージ強いんだよね、一発がね。水中玄関ついていきます。よしよし、これで温度が低い。2つ目ゲット。これ何、稲妻内戦の情報はいいものとは言えない。だが戦争が長引けば長引くほど我々は有利になる。抵抗軍に邪眼を広めるため戦争を煽り、良識軍に戦争継続印象を促すと。姉さん閣下を補佐し、三号の宮軍の勝利を希望を打ち砕いてもらいたい。ああ、なるほどね。想定外のことがあった場合、姉さん閣下の脱出と手助けすること、ファリーの件は決して露見してはならない。これは邪眼の件に関わることに関して大事と、しかと心に刻むように。最初来た時からもっていうか、そういうことだったんだろうね。すでにファデュイに、鎖国が発令された時から、ファデュイがこう関わってたのかもしれないね。おしまいではなかったけどね。トラップでね。はい、一周してきたね。んー、じゃあ行きますか。侵入者発見。執行官様の邪魔はさせない。生きてここから出られると思うなよ。いってー、マジで。水か。そうだな、そういう意味では雷欲しいな。風雪。
命の巨影。回復はそれ以上はダメ。そろそろ予想外だ。さあこれで終わり。あ、いや、もう一発かな。タフだね。よし、終わり。おお、びっくりした。お前らか。もうすぐ執行官様が着くはずだ。執行官誰が来んのかな。君たちがここまでたどり着くなんてね。はあ、疲れましか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだ。ジャガーを抵抗軍に配るなんて。なあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。死亡者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。どうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて翔太なヘナチョコに。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい。これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんてお得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるんだ。抵抗軍にいる君の友達のようにどんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。彼は無能なんかじゃない。おい、落ち着け。なんかな。そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。
この工場にある魔人のエウサにとってフンヌは最高のエウサ。どうしたんだよ、しっかりしろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。はは、うむ、なるほど。少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃな。あー、いやいや、てか八重来てたのか。こいつやっぱ作詞だよね。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。おい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと全て本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にもわかる日が来るじゃろ。そうだね、どうやって三平から助けてくれた。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残響というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。いや、可能性はあるけどね。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。誠に感謝申し上げます、八重巫女様。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。そうだね、その子どうなったの。安心せい、すでにあの渡積島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残響というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。産後の宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも何時に頼み事があったからなんじゃ。何をやればいい。何時あやつに会ったな。内殿将軍のことか。あったけど心臓の儀式ね。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。じゃあ空間から操ってたってこと。外にいる内殿はあの空間にいた。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまり
あの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。まあ雰囲気は全く違かったけどね。気づいたかって言われて初めてね。でもなんでそんなこと。あれこそライデン将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は魔王からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃああの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務は全てただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。そうだね、勝利先生も魔王のことを言っていた。そうだよね、これが原因で、まあ、辞めたっていうのもあるからね。魔王は勝利先生が引退した理由の一つ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃがあやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。つまるところ失うのが怖いんじゃ。何をすればいい。何時とわらわは同じ立場におる。何時はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせばあやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にそれを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。でもそれをなぜ主人公にするかってところだよね。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。何時がそこに行けたということはつまりあやつは何時に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころかあの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。何時の存在はケーキだけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、何時のために特別に用意したんじゃ。対ライデン将軍の対策なんだね。で、次のクエストが、眷属の選考か。まあ、結局、そうだね、感情がむき出しになりやすくなってる分、してやられた感はすごくあるね。風の神。とりあえず回復しといて。
まあまあ今回ここまでにしましょうか。で次回雷電将軍対策とかをいろいろやってみようかな。ちなみに場所は、あーここなんだ。ここね入れなくて、これで通れるようになるのかな、もしかしたらね。じゃこの辺りから次回スタートしようか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。